はい、どうも、地担当の人です。はい、4つ目かな。キラヨシダ、キラヨシダのオープニングだっけ。三河鳥羽の三河鳥羽2月過ぎて4つ目です。2つ目になりました。はい、かぼちゃ寺もありますね。はい、裁縫方蒲郡線も4つ目となりました。それではこちら東端ですね。寒いっすね。はい、元気な中学生ですね。はい、トイレがありますね。周辺施設は綺麗ですね。綺麗な場所ですね。15分なんだ今。こっちですね。11分のように乗ってきたんですな。次は41分です。昼飯まで結構時間ありますな。こんな感じになってるんですね。はい。あら、白木屋さん、今日は休みなんだ。どうしたものかね。乗り換え口を室改札は整備場設置されていただきました。なるほどね。はい。だるま寿司や。だるま寿司とありますな、ね、これは。飯屋はないですね。だったら。まあいいですね。こんな感じですか。で、周りはこんな感じですね。で、そして、肝心の島市方向。島式のホームなんですが、はい、見てみましょうね。はい、こんな感じとなっております。ちょっと鏡がありますね。はい。東端駅です。こんな感じですね。はい。以上です。ご視聴ありがとうございました。以上、裁縫東端駅さんでした。